7月27日の相場解説になります。まあ今日は相場動いてません。土曜日なんでね、ちょっとだけ反省をしていこうかと思います。よく見る図というタイトルですね。私の場合はこれ1時間なんですけども、今こうやってね足踏み状態になってますね。その前なんですけども、ここも横ばいになってますよね。で、私の場合はあら、ここをですね、この辺りを超えたらエントリーということを申し上げていて、この辺りのゴニョゴニョのところで、こうね、決済するという形ですけども、これが何を意味するかというと、常にここを取っている、ここを狙っているんだよってことですよね。まあ、こういうふうなことをお話して、ボラティリティがちっちゃくなってきたら大ブレイクの前兆ですよってことをお話していました。ボラティリティがちっちゃくなってきたのはもう取り物はせずここなんですけども、このあと上に行くのか下に行くのかを確認して後追いでエントリーするんですよっていうふうにね、何度も申し上げてきましたよね。これがまた出たかっていうふうにね、思っていただければ、エントリーのポイントも探りやすいんじゃないかなと思います。それではですね、本日の相場解説軽く以上でございます。あとまた29日から30、31とありますけども、今ねご覧になっているように、今度はここが小康状態になってるじゃないですか。同じですよ。どっちかにブレイクするわけですよ。それを狙ってエントリーする29、30、31ということになってきます。それではですね、来週はバリ島からお届けしますけども、電波状況によってはすいませんけども、こちらのね相場解説お休みになるかもしれません。よろしくお願いします。それでは8月1日に帰ってきますので、8月1日からはいつも通りまた相場解説の方ができると思います。29、30、31はちょっとわかりませんので、すいません。では失礼します。